ドミニカ国、ドミニカ国、ドミニカ国は、カリブ海の西インド諸島を構成する、ウィンドワード諸島最北部に位置する、ドミニカ島全域を領土とする共和制国家。島国であり、海を隔てて北西に、フランス領グアドループが、南東に、フランス領マルティニークが存在する。首都はロゾー。旧イギリス植民地であり、現在は、イギリス連邦の一員である。 自然が豊かなこの島はカリブ海に存在する多種多様の植物が自生しておりカリブ海の植物園と呼ばれている。またカリブの原住民であるカリブ族、カリナゴ族の人々が生存している数少ないカリブ諸国の一つであり18世紀までヨーロッパの植民地対策に最後まで激しく抵抗したことで知られる。イスパニョーラ島東部に位置するドミニカ共和国と 区別するため、ドミニカ国と表記される。正式名称は、英語で、コモンウェルス・オブ・ドメニカ、1493年に、コロンブスが来島し、その日が日曜日、ドミンゴだったので、ドミニカ島と命名されたという。先住民のカリブ族は高い山々からなる、この島のことを高い彼女の体を意味するワイ、トゥーキューブアライと呼んでいた。日本語の表記は、ドミニカ国。 次に、ドミニカ連邦、コモンウェルス・オブ・ドミニカと表記される場合もある。政体は、共和制である。議会は一員制。定数は30で、このうち21議席が直接選挙によって選出される。任期は5年である。先住民のカリ部族には、ドミニカ国政府とは別に島の北東の海岸に3700エーカーのペリトリーを持ち、1903年以来、 自治政府が設けられている。カリブ評議会があり、主張と評議会代表として大臣がいる。主張は5年任期であり、また議会の一代表も選挙で決める。1930年のカリブ戦争とも呼ばれたドミニカ国政府の警察による強制的な密輸捜査がきっかけで起きた警察とカリブ族との衝突事件はカリブ族の主権の危機に陥った。 当時の市長トーマス・ジョリーションは、このカリブ族の反乱事件の罪の容疑で警察に捕まり、投獄射殺されるなど、市長制度の危機に陥ったこともあった。2009年7月9日の選挙では、前職の市長をチャールズ・ウィリアムズに勝利した、ガーネット・ジョセフが新たな市長になる。大臣はドミニカ労働党に在籍していた、ケディ・ガルニュー。現与党のドミニカ労働党は親。 中国、ベネズエラの社会主義路線を取る。ドミニカ国に軍隊は存在せず、ドミニカ国警察隊、コモンウェルス・オブ・ドミニカポリス・ォースによって治安は維持されている。1996年3月に、小アンティル諸島の7カ国で、域内安全保障システムを設置した。ドミニカ国は10の行政区分に分かれている。ドミニカ島は、カリブ海は小アンティル諸島にあり、 北はグアドループ海峡を経てグアドループ島、南はマルティニーク海峡を経てマルティニーク島と二つ島の間に位置している。火山性の島でコアンティル諸島の中で最も山が多く、ネイチャーアイランド、自然の島として知られるほど植物が豊かな島である。最高峰は島の北部にあるディアブロティン山で高さ1447メートルである。 島の南部にも高さ1342メートルのトワピトン山などの山々がある。トワピトン山は1975年に国立公園に指定され、1997年にモウントアピトン国立公園として世界遺産に登録されている。バナナが経済の中心である。観光業は他のカリブ諸島と比べると遅れているが、国の有望な産業でもある。 ドミニカの通貨はイーストカリビアンドル、東カリブドルであるサインドルコード XCD。島内にはケインフィールド空港とメルビルホール空港の2つの空港があるが小型のプロペラ機でしか発着できない。ドミニカ国へはバルバドスかアンティグア島から連絡機で渡る。道路網の改善が最優先事項といえる。住民はアフリカ系。 ヨーロッパ系、ムラートなどである。コロンブスが来る前から住んでいた先住民のカリブ族が残っているのは東カリブではこの国だけで、現在3000人以上が島の北東の海岸に3700エーカーのペリトリーを持ちそこに住んでいる。言語は英語が公用語だがフランスの支配が長かったため日常生活においてはフランス語が ベースのパトワと呼ばれるクレオール語も広く使われている。宗教はローマカトリックが61.4%である2001年国勢調査。基本的にはクレオール料理。クレオール料理のレストランでは調理された米、肉、鶏、豚、斜面鶏など芋、豆などが一つの大きな皿に乗って提供される。またマウンテンチキン。 マウンテンチキンと呼ばれるヒキガエル科のカエルの足を使ったドミニカ国の郷土料理があるが、希少種となった現在では政府により捕獲が禁止されているため、レストランで食べることはできない。その他にニ肉、オポッサムの肉料理などもある。大手ファーストフードチェーンは、ケンタッキーフライドチキン、KFC コーポレーションとサブウェイがある。地場産の代表的な酒として、くぶり。 キューブやライというビールがあり、ドミニカ人の間でよく飲まれている。市中では、近隣諸国のラム酒やワインを手に入れることが可能。ドミニカ国には、ユネスコの世界遺産リストに登録された自然遺産が1件ある。名称は、モルヌトロアピトン国立公園。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。